と行ってみよう。さあ始まりました、始まりましたよ。皆さんどうですか？皆さん始まりましたよ。はい、こっち見てますか？はい、このブースでやっておりますよ。そうです、私龍南雲です。それとこの方、はい、ヒカルさんライズです。はい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 、ご機嫌うるわしゅ。愛が多いね。愛が多いはいいことですよ。愛はね、多い方がいいよ。はい、ねえ、なんかお客さんいっぱいいますね。ね、本当だね。映画館が混み合うことはいいことだね、本当に。いいことです。はい。ねえ、本当に。あ、どうもどうも、本当にね、皆さん何を見に来たんですか？コナンの人！コナンの人！シーンもね。これはあの、うん、コナンが人気ないんじゃなくて、うん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 、あの、デューンが人気ない。俺が人気ないの？ねえ、嘘。コナンは人気あるんだけどね。絡まれたくないってこと？ねえ。やっぱこの薄い色で分厚いから、このアクリル一枚は。うん。コナン一択だと思って聞いてんだから、こっちはね。まあコナンとかね、うん、そう、猫なんだろうね。そう、若い人がね、多いからさ、ね、と思って、あれです。学生さんがね。いろいろね、やってますから。ね。ね、変な家とかもやってるね。ああね。うん。なんか結構みんな見た。あ、そう、僕の周りも見てる人多い。ね、うん、面白いなんて言ってます。はい、まだ見ておりませんが。きっと変な家なんだろうね。本当に。まあそうやな、うんうん。普通の各家族の話じゃないだろうね。ないだろうね。変な家なんだろうな。うん。そう。ね、もうずっと水でさ、うん、顔をこうなんか冷やしてるじゃん。なんかあの、はいはい、ちょっと、なんか待ちぼうけした女の子っていうの、待ち合わせした女の子にこう、遅くなった彼氏がこう、ジュースを首筋にピトみたいな感じで。あの、後ろから、うん、ごめん、ピタってやって、冷た！そう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 、何そんな感じをやってるの？なるやつね。うん、うわって、冷たいし、びっくりするし、うん、なんかメイクとかも落ちるやん。そうそうそう。それやるのを漫画だけにしてってやって。そう。それをなんかセルフでなんでやってんの？ピタってやってくれる人がいないからね、もう。あー、かわいそうな人生。いや、あのね、お花見したの。ああ、いいね。そう、これが5月とかの放送かな。4月24。24とかで、はい、もう桜もたぶんあんまもうないと思うけど。もうそうだね。そうそう、うん、今来てんのが4月の頭ぐらいだからさ、うんうんうん、撮ってんのがね。はい。お花見してんのちょうど満開ぐらいです。うん。楽しいね。楽しいよ。花見は楽しいですよ。楽しすぎてね、とっても日焼けしちゃってね。うん、顔が痛いんだ。ああ、なるほどね。でも絶対日焼けしないタイプだった。じゃん。もともとは。そうね。でも、楽しすぎて日焼け対策を忘れたんだ。そうそう。しかもなんか日焼け止めとかってさ、うん、あんな、なんか2時間に1回塗り直すとか、言うじゃない、うん、ちゃんと使いたかったら。うんうん、けどまあ朝塗ってさ、うんうん、朝からばんまる外で。なるほどね。お酒飲んで楽しい楽しいって言ったら、それ焼けるよな。焼ける。だっていいもん、心地いい日差しなんだから。そう。うん。そう。暑かったな。でもね、やっぱお酒も飲むとさ、うん、なんか余計良くないらしいよ。顔赤くなるじゃん、ホテって。おうん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 。それもまたなんかこう、紫外線と良くないらしくて。そうそう、ゴリッゴリに焼けてしまったよ、もうやだよ。ね、ほんと、もうね、そうですって。そうですって。そうね。いや、ほんとね、でもさ、花見の時期ほどなんか、あ、満開かなと思って、あとすぐ強風の雨とかも吹かない。なんなのあれ。もう地面にべったり桜の花がね。ね、本当に。あれ片付ける人大変だろうなと思いながらいつも。うん、そうね。はい、千本桜だよ。ね、千本桜です。影をし。影を。はい。はい、ちょっと、その辺もちょっとよくわからない。はい、ブリーチの映画もやるといいな。今、ブリーチの話。ああ、な、ブリーチの話。そうそう。そっかそっか。やってほしいな、ブリーチの映画、ね。はい、こんな感じでね。コナン見に来た人。いや、もうみんなそうだよ。あーはーい、あげてくれた。よかった。かわいらしい学生さんだ。さっきずっと仕方されてたから。本当に悲しかったんだから。わあ、手も振ってくれちゃって。すごいね。ああ、よかったよかった。かわいらしいね、ね、学生さんはね。いいですね、学生。なんか画面見てる。なんか見てるよ。なんで？なんだ、おじさんもうね、二人とも視力がめちゃくちゃ悪いからね。見えないんだよ。イエイ、あー、イエイよ、自撮りしてないそれ。こっちじゃないんだ。自撮りしてるでしょ。いい絶対インカメやったね。本当に絶対インカメで撮ってたけど。まあね、コナンだろうな。そうそう、コナンね、コナン絶対。いや、いやいやいや、インカメよ。インカメやね。あれ絶対インカメやね。こっち向きでこうやったらいいんじゃないの？何？イエイじゃないのよ、本当に。もうずっと突っ込んでる。ラジオですよ、これ。そうです。いや、こないだね。
あ、撮ってるじゃん。え、なんでそっちで、え、どういうこと、うん、あ、ちょっと事務所通してもらわないとね。いや、いいのよ、事務所なんて入ってないじゃん、クビになったばっかりじゃんねえ、本当ありがとう、ね、楽しんでくださいね。ねえ、コラボでね、これをやるとどうなんだ、これをやって おじさん2人で撮ってる、おじさん2人でやるじゃない、だから自分で撮ってないだからそれねえ、本当わかんないん、加納英子さんのボケずっとやってる、そうそうやってるね、本当にこっち向きを背に撮ってくれれば映るのわかるんだけどね。あ、撮ってるの、撮ってる、あ、何、どういうこと、あ、え、両方撮れるってこと、あ、そうなんだ、すげえ、すごいね、もう10個も20個も年が離れると、うんうん、もう電子機器1個でこんなにもて遊ばれるんやね、遊ばれてます、本当にね。ラジオ、あの水曜19時やってますんでね、スカイウェブ FM、 いやめっちゃ見てくれる、そうね、嬉しい、学生さんは水曜19時忙しいよ、忙しい ね、 ね、勉強しなさいよ、勉強ね、本当にしませんね、しません、いいです、今から楽しくそれでいいんだから、ラジオ戻るんだけど、はい、ファミレス行ったの、うん、で、ね、隣にいた高校生の女の子が、うん、もう、うん、泣いてんのか、もうやだもうやだって言ってて、多分1年生っぽくて話聞いてたらね、あ、ここ1年生違う違う、私です、泣いてんの、私ね、嫌なことあった、めちゃくちゃ笑ってるわ、じゃないのよそうだね、ぐすんぐすん泣いてて、で、その一緒にいた友達は多分中学まで一緒で、なるほどね、そうそう、ここ別々で、ここ別々で学校終わったから、はいはい、まあ、ファミレスでちょっとやってるみたいな、うん、で、めっちゃ泣いてて、うん、隣座っちゃってさ、うん、もうやだみたいな、なんか初日になんかちょっとね遅れて教室入っちゃったらしいの、うん、あ、そうかそうか、4月のね、最初の授業みたいな、で遅れてガラッて開けたから、うん、あ、もう私ちょっとなんか変な目で見られて、友達もいないしまだ4月で、ね、うん、確かに、そうそう、でもう絶対変な子だと思われた、うんうん、もう私学校行きたくない、うん、もうやだもうやだって泣いてて、わ、かわいそうと思ってたの隣で、うん、そうそう、そしたらね、そしたらね、何やった？うん、うん、何？そしたら友達がね、うん、あの、いや、もう泣くのやめなよみたいな、あ、そうだね、うん、うん、でもうやだっつって、何書いてん、なんか書いてたの隣です、ああ、なるほど、え、その友達が、あの本人泣いてる、ね、本人がね泣いて、そうそう、うんうん、で何書いてんのっつったら、うんうん、明日提出する課題って言ってて、偉いなと思って、偉い偉いよ、行く気は全然あるんだから、行く気あるんだよ、絶対それもう忘れたらまた先生に立たされるわけでしょ、あの変な目立ち方するのかな、そうそう変、そう、あなたあの廊下に立ってなさいってバケツ持って古いよ、るわけでしょ昭和だよ、わかるよそれ、きついんだから、うん、変な目立ち、磯野カツオ以外で廊下立ってるやつ見たことないカツオ立ってた、リアルで見たことない、確かに、カツオかのび太くんでしょ、うん、俺も1回ぐらいしかないな、ああそう、多分、うん、昭和に生まれてなんかあんまりダメだよみたいな感じの風習があったから、うん、なんかもうちょっと先生も面白いでしょ、こんなことあったんだよぐらいな感じで廊下にあのバケツ持って立たされたそうそう、そうなんだ、だってさ、バケツ持って立っても何もいいことないもんね、ない、ただただ辛いんだね、勉強遅れるだけでね、うん、そう大変だったよ古い習わしだね、あ、さあオープニングなんでもうね終わろうかね、はい、そろそろ、はい、では今週もデューンと行ってみよう、スタート、えいや、デューンと行ってみよう、はい、どうも、はい、スカイウェーブ FM の京成ローザスタジオより公開収録をしております、はい、はい、あのね、うん、すごいよ、うん、はい、もうさ、この会話はマキマンに聞かれているってシーン知ってる、チェーンソーマンのなんかね、もう犯罪に巻き込まれて声が出せない状況みたいな感じで見て、うんうん、私のスキピ教師、どういうことやから何っていう、うん、どういうこと今ね、そう、先生がいるってこと、ね、画面の向こうでね、うんうん、振られましたとか携帯の画面に出してさ、うん、そうそうそう、高校生に囲まれてるわけなんやけど、うん、もう顔今4月やん、もうさ、うん、4月って一番楽しいやん、一番楽しいんだから、ね、いろんな人に会ってさ、うん、何でもできてさ、環境も変わって、うん、そこでさ、うん、振られました、うん、んだ振られたって、うん、ジロちゃん、うん、財布の中今いくら持ってる、1500円あるよ、1500円全部あげよう、うん、なんでよなんでよお前、映画ただよ、電車代1000円かかんだぞ500円しか持ってないじゃん、そうだよ、うん、そっか、すごいね、うん、そうね、奥の何、うん、
ん、何か訴えてんのよ ね, ね奥の人がね、水飲んで水飲んでって言ってるわ、うんうんうん、コナン見ます。ああもう時間だ。いいなコナン、めっちゃ時間なんだね。そうかそうか、ポップコーンぐらい奢ってあげたいけれども、なんせここ鍵が閉まってるからそう、あの出れないのよ出してくれないのよこれ。そうしかもなんか灼熱、そう監禁されてるんですおじさんたち。映画館の中でとっても涼しい空調やってくれてると思うから ね, いいね、コナン楽しみですから、ね、館長さんスタッフさんに感謝してください、うん、そうね、ありがたいですね。いいね。だって15、14、10、何歳高校だ、16、17、18か、16、17じゃない、うん、16、ね、ほんまに、うん、こうサイン出すな野球のラジオやから。野球のサインが欲しいんじゃないの、あの子は。え、盗塁出してる今、盗塁どこに走ってくる彼氏と1年行きました。お前振られたって言ってるこの横でそんなん言うなよ、かわいそうにぴょんぴょん跳ねて本当イエイイエイじゃないよ本当に。これラジオでは絶対伝わらないんだからね本当にね、ありがたいですね、ありがたい、写真撮って写真撮って、そうね、ずっと友達でいてねこのメンバーでね、本当だよ、仲良くしなさいよ本当に、ね、写真タイムです。はい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 、すごい、こんなおじさんと何が楽しいんだこのハート作ってありがとう本当にね、全然進まないけども、ね、このラジオではメールとかリクエスト募集しております。はい、はい、何でも結構です。メールアドレスは info@892fm.com info@892fm.com、ファックスは 0434415592 です。番組名のデューンと言ってみようを入れて送ってください。何かを揉んでから帰ってきました高校生たちは。はい、個人的な SNS デューンなぐもに直接 DM 送っていただいても構いません。何でもいいので送ってください、はい、よろしくお願いします。はい、見逃し配信じゃないけど、YouTube も、前回放送聞けるので、調べてみてください。はいはい、いいな、コナン見に行っちゃったね、行っちゃった、ね、行っちゃったよ。そうよな、コナン見てよな。俺もまだ間に合うかな仕事中仕事中、うん、ねえ、ほんといいです。いい ね楽しいだろうな、学生時代いいよな。なあ、ほんとに本当にすっごい、もうね、これもまたラジオでこんなこと言っちゃダメなんだけどね、もうね、ジローちゃん、じゃあジローちゃんって言っちゃったら、うん、リュウナグもね、うん、僕普段ジローちゃんって呼んでるんだけど、うん、ジローちゃんもう泣きそうなってるよ本当に。もういいよ梅干しみたいな顔してしわくちゃで、いやもうね、若者が楽しそうなのが一番いい。あるし日の、うん、なんか遠い青春を見てるよ、うん、なんか向こうに、うん、そうなのよね楽しそうなんだからみんなね、よかったね本当に。本当やね、うん、会話何にもないな、もうな、うん、もういいんで、それ見てるだけでいいんだから、これは。わかる、若々しいね、うん、そう。いや、僕もまだ言うて29よ。ああやけど、ああやっぱ高校生ってガチ若いなって思う。若い、いいのよ、ね、違う若さよ、うん、そうそうそう、なんか ね僕のね、高校時代はちょうどガングロ世代ですから、うん、ああ、うん、そうよ、もう髪の毛ガンガン染めてね、メンゼイク、メンゼック、メンゼック、本当に真っ黒、みんな真っ黒、腰パンの、うん、もうギャルを。ジローちゃんもそうだったの？黒い時もありましたよ。そう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 、そうですそうです。うん、今じゃね。そう。淡い水色。そう、もう優しい水色の T シャツ着て。優しいのが一番いいんだから。昔はね、派手な、それこそGTO の時とかかな、うん、あれが高校ぐらいかな、うん、そうリバイバルされたじゃない、うん、そうそうだし、あと IWGP とかね、うん、そう、久保塚さんがどっちも出てるね、うん、すごい時の、みんな喋り方久保塚だったんだから。どの久保塚さん、キング、お前も G ボーイズに入らないか、キングの時だ、ああ一番影響受けたら恥ずかしいとされる、全員やってたんだから、キングの時だ、うん、タンクトップ、白のタンクトップの上から、そうデカめの上着だらして、そう白いタンクトップで、あのなんかこうちょっとこうもさっと髪型 ね、こう白髪とかにしてやってたんだから、はい、でロッカー開けたらね、ヤマピーの下に出てきて、そうああみたいな、そうやってたんだよ、その時代ですから、そうそうそう、チーマーみたいなね、そう
そんな時代を過ごしました。もう、ね、あらゆる窪塚さんの中で、うん、キングの時が一番かっこいいしちゃダメかもな。かっこいいなあれは本当に。一番かっこいいんだけどね。うん。そうそう、憧れてね、憧れてねってみんなやってた本当に。そうね。うん、その頃です。懐かしいです。思い出させてくれてありがとう。はい、毎度です。はい、ということで歌に行きたいと思います。歌は、乃木坂46で幸せの保護色。デュームと言ってみよう。ラーメンの六角屋、うん、復活しました。おめでとうございます。おめでとうございます。復活というか、うん、知ってる六角屋。六角屋、あの家系の、うん、御三家みたいな感じでなんかあって、で新横浜ラーメン博物館の一番最初に出てた、うん、そう、そこがなんか時を経て、うん、で閉店してたんだけど、うん、それがなんか最近六角屋が新横浜ラーメン博物館にまたこう出店みたいな、うん、そう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 、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。え、六角屋好きなんだ。いや、うん、好き。じゃあなんか、うん、というのも横浜に住んでて、うん、でラーメン博物館のオープン分の時ちょっと過ぎぐらいに住んでたから。ああ、なるほどね。そうそう、思い出深いというか。そうで、ラーメン博物館行ったことある？ないんだよね。そうで行ってたのよ、うん、そう行ったりもして、で、あそこさ、うん、まあ入場料がまあ300円400円ぐらいだったかな、当時、今は分かんないけど、うん、あって、そこから入って、で中に何店舗かラーメン屋さんがあって、でそれを食べるのよ。ほんほん、まあ普通のラーメン屋さんで食べるんだけど、そう、そこでまあすんごい流行ってたから、なんか、ラーメン博物館ができたばっかりだったから、うん、入場にね2時間ぐらい並んだ。おえ、そう、入場に、入場にラーメン一杯までじゃなくて、じゃない、おそっからその一杯の人が入ってる中、ラーメン屋の行列にも並ぶから、うん、そう、これ何時間かけて一杯のラーメンを、うん、しかもちょっと高めに食べるんだ、うん、みたいな感じだったのよ。ほんほん、そう、でもそのほら、普段は食べれない日本全国の超有名店がいっぱいあるからみたいな感じで、うん、もうすごい流行ってて、ほん、そうで、なんか最近ロケで行った人がいて、先輩芸人さんが、はい、本当に行ってきたっつって行って、でやっぱりまたにぎやかになったのかな、その六角屋復活か分かんないけど、うんうん、でなんか結局入店までに30分、あ、入場までに30分並んでみたいな、はいはい、そう、あれなんか食べたいやつがすんごい行列すぎて並べなくて、違うの食べたみたいな、でも美味しかったよみたいな、うんうん、そうそう、そういうのも聞いたから、うん、なんか良かったなって、懐かしいなって思っております。なんかね、うん、カップヌードルかな、なんか自分好みのカップヌードル、具材とかをこう選んで、できんの、自分なりの、自分だけの最強カップラーメンカスタムみたいな、カスタムができたりとか、うん、その博物館だからね、うん、そうそう、楽しそういうのもあるの、そう、そうだから楽しいんですよあそこで。六角屋もまたね、そう、はい、そうなんです、そうなんです。いいな、ラーメンか、ラーメン、ラーメン食べる、週何、月なん？あ、でも、もう食べます、めちゃくちゃ。本当に？うん、食べます。週何ぐらい？週3、4、別に全然毎日でも食べたいです。ほえー、そう、すごいね。すごいの？いや、僕ね、今ちょうどなんかね、うん、この多分ね、体が老人、ごめん、老人ではないんだけど、うんうんうん、その1段階、うん、ステップアップする段階、わかります。あ、わかる。28、9はね、わかります、すごく、ね、差し掛かってるっぽくて、うんうん、油物、うん、が今まで大好きよ、はい、唐揚げ弁当、うめえ、まあ、うめえ、若い子もうケンタッキー最高じゃん、うん、ケンタッキー、ケンタッキーでビールし、ビールってなってたのんだけど、うんうん、ちょっとこの間ケンタッキーでビールしてから、うん、まあ、2日間ぐらい、うん、ずっと体調悪くて。あー、なるほどね。しかも明らかにこう、うん、胃のぐるぐる、はいはい、から、あ、今日調子悪いわっていうのを、うん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 、患ったせいで、はいはい、もうちょっと恐ろしくなってるの、ラーメンとかそういうのが、はい、うん、で今ジロちゃんいくつやっけ？42かな、42でしょ、うん、
だ僕この先、うん、回復の目処があるって今、はいはい、目の前で承認を見れて、はい、ちょっと嬉しかった。僕はでもラーメンを食べると、うん、次の日ぐらいは具合悪くなります。ちゃんとモロハの剣じゃん。でも好きだから食べますけれどもそうですそうです。でもちゃんとデメリットもあるんだ。あります。悪いリターンが。僕はねそういう感じです。うん、まあねそれ凌駕するうまさやから。そう。ラーメンって言えばね。そう。でねその六角屋のね本店っていうかまあラーハクじゃないところがまあ横浜にあったね、うん、そりゃそうやな、そこにねこう行って、うん、行くとねあそこがねまあめっちゃ並ぶんだけど、うん、店員がバイトの子なんだけど、うん、女の子のギャルだったのよ、うんうん、ギャルラーメン店員さん、そう、うん、それがめっちゃこうまあカウンターで15人ぐらいこう食べてる後ろに、うん、そのみんながこう整列しながら並ぶわけよ、うん、その並んでる人がね店の中で、うん、でその人の並んでる人たち全員に、うん、あの注文聞くの、はいはい、そのギャルが、うんうん、味濃いめ油薄め、麺固めみたいな、うん、で玉卵ね、うん、玉あはいみたいなで何とかかんとか何とかかんとか何とかかんとかネギラーメンみたいな、うん、そういうのを10人ぐらい行くのよ、うん、それね別にメモしてないんだよ、そう全部覚えて、うん、それで注文で普通に出てくるの、うん、そのギャルすげえなと思ってマジでそうすごいな、それは今でも衝撃的に覚えてる六角屋のギャル、そう六角屋のギャルだってずっとよ、だってその1回じゃないから、うん、その1日中やるわけじゃない、1日中やるわけじゃない、うん、でもすげえ、この子多分相当できるな、できるから相当なとこまで行ってると思います今も、うん、どうする今六角屋の、うん、なんかもうスペシャルアドバイザーみたいな、いやいやなるぐらいよ、あの子がいたから売れたんじゃないかなって思えるぐらいすごいね本当に、で俺もラーメン屋をね出したこともあるから、うん、あの子がいればもう全然無敵に行けたんだろう、うん、店もブンブン回ってた、そうブンブン回ってたでそれだけを見に行きたいぐらいだったもん、あ名物ギャル、そういいなって思って、やっぱなんかさその、うん、ギャルうん、が有能なのってさ、うん、なんかこうワクワクするよね、そうすごいんだからギャルってすごいよ、なんかギャルがすごい、うん、なんか会社のなんか社長とか集めて、うん、なんかもうギャルのマインドで、うん、もう楽に経営してこいよみたいなので、うん、実際会社がいい方向に行くみたいな、うん、それをワクワクするんよ、いやすごいよあれはすごい、きっとあのギャル間違えてても別にいいやってお客さんも思っちゃうぐらいだから、多分そんぐらいのギャルなんや、そうそうすごかった、いいな、で最後さ、うんまあ、何時か知らないけど10時とかにさ店閉めてさ、うん、カウンターでさ、うん、髪ギュッて縛って、うん、マカのラーメンチョコって食べて帰ってくるやん、帰るんだよ、かっけえかっけえ、あの子はすごいと思います、はい、あの子あの、うん、私だと思う方いたらあの、うん、あの番組の方へな10年ぐらい前六角屋でバイトしてたギャル、20何年よ本当に25年30年前じゃない、するよもう黒髪のショートカットになって子供2人の手つないで京成ロード遊びに来るかもよ、そうね、本当にあれは衝撃的でしたはい覚えております、すごいね、ブレイクいきましょう、はい、一旦ブレイクです、はい、さあ、はい、あの電携帯の電話にこの前電話かかってきて、うん、なんかね携帯の電話に電話かかってきて、おうそうだよ、何そうだよ携帯の電話に電話かかってきて、そうだよ、同じこと、家電じゃないからね、家電にの家の電話に電話かかってきたわけじゃないから3回同じ言葉言って、うん、そうだよ、携帯の電話に、うん、あもう話しません、ごめんごめん、はいこの話もうしません、はいはい続けてくださいそう携帯の電話に電話かかってきたんだけど気持ち悪いな、うん、そうあのねあのプラスなんとかがあるじゃん、あ、はい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 、プラスがあって、うん、その数字がこうバーってつながる、プラスね28なんとか今度あったの、そうなんだろうね、そう、うん、でなんか国際電話でなんか番号があってみたいな感じで、うん、なんか検索したのよこの番号なんですかみたいな、はいはい、出なくて、うん、でまあ出なくて、まあ、検索してみたの、うん、したらなんかベラルーシから電話かかってきたんだけど、ベラルーシこれ何
ベラルーシ。ベラルーシって、うん、ベラルーシ。ベラルーシ。どこにあるかもちょっとわからないけど。なんかした？だから何？怖いんですけど。国際的ななんかした？うん。怖いんですけど。おお、してねえよ。俺、してねえよ。してねえ。してねえ、してねえ。絶対してねえから、俺。してるやつのリアクションや。してねえって。絶対って言ったら、もうそいつはしてるよ。おしてねえよ、俺は。してねえよ、関係ねえよ。俺、関係ねえから。なんで田舎っぺになんの？うん、黙秘します。そう。で、いや、これ怖いなと思って、うん。で、その、またね、その日の、まあ、何時間後ぐらいかな。うん、に、まあ、また知らない番号で。また？で、それはね、なんか、その番号の下に地区が出たりするじゃない。うん。それ、日本、ね。そう、日本の、宇都宮だったの。うん、宇都宮。うん。まあ、ぐっと近づいたの。そう。ああ、そっか。で、それはね、留守電だったの。うん。その留守電を、まあ、聞くじゃない。うん、うん。聞いたの、留守電入ってるから、うん。聞いたらね、全部韓国語だったんだけど、これ何？怖っ！怖いよ。何？宇都宮のコリアンから、うん、そう謎の留守電が入ってたの。謎の留守電が入ってたんだけどめちゃくちゃ怖い。そう、同じ日なんだけど、うん、それまで一回もないんだけど、うん、これ何ですか？クレジットカードとか落とした？いやー、落としてないよ。本当本当、もう国際的な犯罪にデューンが関与してるから。そういうこと？どっちかよ、もう。いや、怖い。でも俺韓国語わからないじゃん。うん、まあね。ね、韓国語わかる人いませんかね。ねえ、その留守電今これラジオに載せて、そうそう、もし本当にやばいこと言ってたらあれですね。そうそうそう、ダメだから。今この距離でいればね。そう。そうなんだよ。だから怖いなって。怖、折り返してないの？だって折り返しちゃダメとかもあるでしょ。なんかお金取られちゃったりとか。まあその宇都宮は違うかもしれないけど。うん、そう。今折り返す？やだよ。やめろよ。お前。俺の悪事がバレる可能性あるだろ。悪事働いてるやん。本当に。そう。なんかそれも、なんか本当に、なんなら初めてぐらいかかってきたかな。うん。で、その日以降もないし、以前もないみたいな。その日だけなんだ。その日だけです。どう、怖いね。何があったんでしょうか。韓国の知り合いとか、うん、ベラルーシの知り合いは、うん、いる？ちょっと思い当たりません。てかいないよ。うん、ベラルーシどこか分かんないし。すごいね、うん。すごいねって言っていいのかな。そう、友達だからってベラルーシから俺に用事ないだろ。あるだろう。ないだろう、そんなの。はい、デューンって。うん。俺今ベラルーシんだけど、うん、みたいな。ちょっとジャパニーズ味噌と米が恋しいから送ってよ。送ってあげたい。詐欺かもしれませんが送ろうと思います。そのそたっぷりのタッパの味噌の中に、うんうんうん、なんかパックの白い粉入ってるみたいな、うん、見たことある。見たことある。え、見たことあんの？テレビで、ね、あ、テレビで、ね、味噌ってめちゃくちゃ匂いするから、うん、警察系もなんかね、あ、そうなんだ、なんだってなるらしいよ。わかりづらい。今度やってみよう。そう、でもなんかやるか。突っ込んでもらわないと困るんだよ。まあ、本当にやってるみたいになっちゃうだろ。あ、やってもやってますけど、うん、やってませんよ。やるわけないじゃん。でもね、やっぱちゃんと最後はもう、うん、めちゃくちゃ税関で態度悪いさ、外国のスタッフいるじゃん、うんうん、みたいなやつ、ムッキムキの、うんうんうん、外国人が味噌グッて手でえぐったら中から悪い粉が出てきて、うん、おいお前ってなってたけど、なってたよちゃんと。確かにね、外国人がめっちゃいっぱい味噌持ってたら怪しいもん。怪しいよ、本当に、うん、ね、日本人ならまあ分かるけどさ、うん、確かにね。そう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 か。いや、だから怖いのよ、うん、だもうね、だ高校時代から電話番号変わってないんだけど。あ、ね、すごいね。 それはそれで変わってないんだけど、うん、そんな電話が初めてだから、うん、うん、おとついおとついか。最近の話だね。そう、ビビってますね。大体、はい、さ、 Google とかで調べたら出てくるじゃん。そう、これ郵便局です。わかるわかるわかる。出てこなかったのよ。ただ、何回も検索して、うん、その全部の番号だと出ないからつって、うん、ちょっとこう短くしてって、で、なんかちょっと検索方法を変えて、やっとわかったのがベラルーシだった。うん、ベラルーシではみたいな、ヤフー知恵袋。この番号、ベラルーシではないでしょうかみたいな。そうそうそう。ベラルーシですかみたいな。そう。詐欺の電話なので折り返さないようにしてください。みたいな書いてある。うん。そう。皆さんも気をつけてください。来週はこのブースにデューンは来れるのかな。俺やってねえよ。ブレイクしよう。はい、ブレイクいきます。ユキで泣いている怪獣。ジューンと言ってみよう。
キャンブレカン。な、なになに知ってる？もう一回言ってもらっていいですか？キャンブレカン。ピー、ピーピーピー、ピーピーピー、あ、違うの。ジュディ・マリーじゃん。はい。ジュディ・マリーでここから始まる歌あるの分かる？知らない？分かんない。キャンベイカンっていうやつ。あれなんて言ってんの？何あれ？キャンメイカン。うん。キャンメイカン。そう。あれね、何の歌か、何の歌だっけな。で、でてりりてりりりてりりり。うろ覚えで話し始めるのをやめてもらっていい？そんな風に求めてばっかりちゃんの歌。ごめん、わかんないし。嘘。わかんないかったら、もう話やめまーす。わかんない曲の、わかんない歌い出しの話。そうなのか、知らないのか。キャンディーバーキャンディーか。キャンディーメイクボス。それが答えです。はい、そうなんだ、クジラ12号かな。うん、そうそうそう、あれなんて言ってんだろうなと。今ちょうどね、雪が、ね、そう流れたから、うん、なんか懐かしくて思い出しました。キャンメイバー。うん。キャンメイバー。きっといいことを言ってるんでしょう。どうする、日本語に訳したら地獄に落ちる。いや、そんなわけないよ。ゆきちゃんがそんなことを言うわけない。そうそう、どうですか。じゃあ、うん、違う話なんかあったら言ったらどうですか。なんなんだよ、うん、こいつマジで、はい、お前今のキャンメイバーで5分も10分も話すなかったやろ。いや、なんだったんだろうな。そう、シリにでも聞いてみようかなと思って。シリも、ね、よくわかりません、もう黙ってくださいって言うよ多分。うん、何言ってるかわかりませんみたいなやつだ。もう話しかけないでくださいまで言われるよ多分。もう金輪際悲しすぎるだろう。本当の本当に用事がある時までは、うん、ずっと友達だと言ったんじゃなかった？言った覚えはありません。シリさん。そうですか。すごいね。あのね、うん、ごめんね、私事なんだけどね。はい、何でしょうか。僕が応援しているプロ野球チーム、うん、はい、中日ドラゴンズが強すぎる。強いんだ。やべえ。今年？めちゃくちゃ強い。そうなの。去年はどうだったんだっけ？去年めちゃくちゃ弱い。去年は何位？去年6位。6位、最下位だ。うん。あ、5位やったから、もう分からない。1.5、0.5 ゲームとか言ってんね。うん。去年、おととしも6位。うん、うん、うん。もうめっちゃずっと弱いの。うん。ね、今首位なの。すごくない？しかも単独首位のタイミング、うんうんうん、1回でも今単独首位なんだけど、うん、なったのが、うん、なんと、うん、約8年ぶりです。すごくない？首位になったのが8年ぶり。だから8年間優勝の気配もなかったってことよ、うん、何やってんだろうね。が今1位なの、うん、そうなんだ。やべえ。何があったの？いや、もう本当に今まで通りやってるだけなんだけど、まあ皆さん、選手の皆さんの努力が実ったのもあるんだろうけど、もうね、8年ぶりよ。やばいって。わちゃわちゃするって、胸がっていう。なるほどね。そうか、そんなお話でした。あ、終わるな、終わるな。興味を持ってくれ。何、監督が変わったとかそういうこともないの？監督はもう3年、2年前から一緒。ああ、一緒。立浪さんっていうね。ああ、立浪さん知ってる。うん、そうか、ね、それでまあちょっとこう、まあ、去年はね、うん、その振るってないわけよ。振るってないけども、その教えだから、うん、あんまり歯車が合わなかったのかもしれないけど、それがガチッと今年はハマったんです。ハマったんですか。そう、はいはい、めちゃくちゃ嬉しいの。でもこれ4月の、うん、まあ、なほにゃ何20何日ってことじゃん。そうだ、ね、そう、で5月の放送じゃん、うんうん、その頃めっちゃ弱くなってたらどうしよ う。そんなことないよ。そんなことない。うん、そう、誰かが来たとかもないの？新しい人来たのがね、うん、は知ってるから、中田翔選手って。おー、知ってる。あ、知ってる。うん、あの日ハムから巨人行って、あのすんごい金のネックレスしてたけど、うん、反省して外した人でしょ。まあ、反省してか知らんけど。うんうんうん、知ってる知ってる。そう、中田さんが今年中日来てくれて、うん、あー、そうなんだ。そうそう、もうね、結構まあ35とかなんだけど、うんうん、野球選手で言ったらもう結構ね、うんうん、上なんだけど、はい、中日の今4番、任されてて。すごい。で、でも、打つは打つはな。あ、そうなんだ。そう、中田さんのおかげで点が入るは入るわ。あ、そう。去年までは入らんかった箇所。うんうん。が、もう中田さん一人の補強でも、ポコ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 って入るよ。そうなんだ。じゃあもう中田翔選手の活躍の感じもあるわけですね。うん、そう。めちゃくちゃ怖い見た目してるんやけど。怖い。優しいらしいよ。あ、そう。うん。
いやでも怖い頃あったって聞いてるよ。僕もなんかちょっと聞いたことあるけど、まあね、そういう時もあったんでしょう、うん、またでも結果がね出ればまたこうまた違う感じでね、そうそう、うん、めちゃくちゃもうねめっちゃ嬉しいよ。あ素晴らしいです、ね、なんか中田さんはね、うん、もう本当昔からちょっとやんちゃ体質だったらしくて、うん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 、小学生中学生の頃かな、うん、に、うん、あの合同練習小学生と一緒に野球の練習してて、はいはい、うん、ご弁当の時間になったら、うん、小学生の唐揚げを、うん、お弁当の唐揚げを、うん、なんか自分のなんか2豆かなんかと交換したらしい、無理で、うん、めちゃくちゃ悪いやつ、すごいひどい政治みたいなことしてる。そう、豆とお前の唐揚げ交換しろよ、豆かちょっと覚えてないけど、絶対釣り合ってないと交換したい。そうなんだ。でも確かにね、うん、あんなねトップに行く選手はねすごい違うよ、ね、やっぱ普通の人とはねきっと違うんでしょうけど、うん、そう今はねそれは唐揚げもいっぱい食べたくなるでしょ、唐揚げいっぱい食べるしね、普通の人と違うんだから。これねあの調べネットで調べたらすぐ出てくるんだけど、うん、中田翔弁当で調べたらすぐ出てくるんだけど、うんうん、そうなんだ。あのね、うん、高校生の頃食べてるお弁当、うん、あぐらかいて、うんうん、グランドでお弁当食べてる中田さんの写真があるんやけど、うん、その弁当が、うん、もうね、どう見ても、うん、誰がどう見てももう異常なほどでかすぎるっていうのがあって、お弁当箱をイメージして、うん、まあ、2段くらいのやつじゃん、そうだね、学校持ってくやつなんて、うん、あの中田翔が、うん、中田翔さんが食べてたお弁当箱、うん、もうねなんて言えばいいやろな、もうお中元とかに送るクッキーのカンカンみたいなのにパンパンに米入れて、食べてる写真があってね、あれね、うんうん、やっぱ1年ごとくらい見るけどいつ見てもでかい、調べてくる、いや何回も見るんだ、思い出した頃に、思い出し頃に、いやでかすぎる、でかかった、いやでも今見たらなと思って調べて、うんうん、あやっぱでかすぎる、楽しくなれるよ。そうなんだ、だって体もでかいからね。そうそう、ざまね、食費というのも才能っていうからね、まあ、うん、でも煮豆は入ってたんだね、うん、うん、バランスも大事なんやろ。そう、交換するための煮豆1個みたいな感じなのかな。1個煮豆か覚えてないけどね。うん、そう、まあでもいいですね、うん、応援してるチームが、そう、中日強いのめちゃくちゃ嬉しい、いいですね、これも続けばいいなと心から願っております。はい、ごめんなさい、千葉で、千葉ロッテのは、まあ、本当よ、セリーグだから、うん、許してください。うん、確かにね、8年ぶりなんで、あ、もう頑張ってる人は応援したい、そう思っております。はい、はい、いいか、好感度上がっておりますでしょうか。はい、いきます。ブレイクです、一旦ブレイクです、はい、いきますって言って。ビューンと行ってみよう、エンディングの時間です。エンディング、はい、エンディング、ちょやめて、ごめんね、もうこれ、ね、恥ずかしがりながらなんかギャグみたいにエンディングってやるのやめてくれる。でも僕ね、もう毎週このエンディングの時間に江戸晴美さんやらないと落ち着かない体になっちゃって、うんうん、え、そんなにやってたっけ。いや先週やっちゃって、うんうんうん、そこからもうね、次も言おうって。よかった、今度からね、そうやって楽しみに、ま、待ってます。来てください、江戸晴美さん。そう、いやいや、まあね、本家見てわーじゃないから。そうそう、いやけどエンディング、そうそう、ね、本当に、うん、ね、どうですか、もう終わりますけども、終わりの時間が近づいてめいりましたね。はい、そうですよ、いいね、いいね、うん、このあとさ、まあ2本撮りするわけじゃない、うんうんうん、でさ、まあもちろんあの間もさ、まあそんな5分10分ぐらい、はいはい、まあ、ちょっと休憩したらまた始まるわけじゃない、はい、なんか映画見に行きたいな。え、なになになに、いや終わってから見に行ったらいいじゃん、別に全然、いやもう今すぐ行きたい。え、2本目終わってからじゃなくて、うんうん、これ終わってから行きたい。これ、あ、1本目終わったらってこと？うん。おう、どうぞ。ああ、うん、じゃあ来週は。どうぞどうぞ。来週は、はい、犯罪者のデューもいないし、うんうん、映画見て僕もいないから、うんうん、ブサ不在でお届けする。俺、うん、犯罪者になってる？うん。ちなみに何を見に行くの？いや、コナン見たいよ。そりゃ、うん、コナンか？コナンか？コナンか。コナンか何？コナンか、おっちょこちょい太郎の、うん、とんでも点々物語かな。どんな内容、どんな内容。こいつ追い詰めてやるぞ。どんな内容。おっちょこちょい太郎は、まあ本名は、うん、あの吉田浩輝って言うんだけど、あ、普通の名前なんだ、うん、そうそう、でみんなから、うん、お前おっちょこちょいやな呼ばれてて、うんうんうん、おっちょこちょい太郎って呼ばれてんだけど、うん、まあその親も、うん、もうこの子我が子ながら、うん、ダメやって思ってるから、はいはい、親からもちょい太郎って呼ばれてる。 ある日ちょい太郎が、うん、あの大型トラックにひかれて死んじゃうの。
ちょこちょい。おちょこちょいじゃない、悲しいだろそれ。目が覚めたら、うん、あのもうあたり一体あたりがもうすごいし草原の中にいるの。草原の中にねポツンといるのかな。ううん、でなここなんだって、うん、いやでもなんかちょっと見たことあるぞってちょい太郎も考えるの、はいはい、なんだこの草原、うん、なんだって思ったら、うん、あこれあの Windows のデスクトップの画面の草原だ。うわ俺は今 Windows のデスクトップに閉じ込められてしまったっていうサバイバル SF サスペンス物語。勝手に昔話っぽいあの風景想像してたけど最近の話だったんだ。電子ミステリーおっちょこちょい太郎。うん、俺も光景がパーって広がったよ、あの草原の。あの草原多分世界一有名な草原じゃない、うん、確かに。たまに変わってるもんな、あれな。海の岩場とかな、ねえねえ、うん、ナミパサーみたいな、うん、あの草原が一番落ち着くんだから、うん、あのグランドキャニオンみたいなやつもあるよな。岩場の、うん、分かる。あとあのロック画面はグランドキャニオンなんだけど、うん、パスワード入れて、うん、デスクトップ開いたらあの草原になる、うん、なるね。あるね。まさかこんなに広がるとは思ってなかったよ。草原だけにね。草原だけに広がっちゃった。広がる草原だね。お後がよろしいようでじゃないの本当に。どうなることかと思った。こっちのセリフだよ、ね、はい、はい、おっちょこちょい太郎見に行ってください。はいはいじゃないね。いつ労働省されるの。さあ終わりますよ。そうだね、はい、もう終わっちゃうね。そしてもう5月に入りますから。そっか、これ4月最後の放送か。そうゴールデンウィーク、うん、はい、いいね。ゴールデンウィーク楽しいことが、うん、みんな待ってるよ。自分は何もなさそうだね。僕はあまりないね、うん、そう。でも5月2日に千葉に来る予定があるな。おい、何しよう。なんかそうちょっと知り合いとお遊ぶ、うん、あこれ犯罪の匂いが。いや違う、じゃ終わりましょうラジオ。はい終わります。はい、そうなんか あっち側に行きます。東側に。あゴニョゴニョしてるな。あんまね場所はあんまりまだあんまよく分かってないけど、そうそう、千葉のベラルーシ。ベラルーシその電話だったのか。うん、はい、もう最後の歌に行きます。はい、最後はサグでグレートストーリーでございます。はい、はい、リボーンの歌だね。あそうなんだ、うん、そうそう前なんか光からこうこれかけてよって言われたやつ、うん、そう、うん、平成丸の男子は好きです。じゃ あそうなんだ、俺よく分かんなかったから。そう、はい、じゃあまた来週も聞いてください。水曜19時にお会いしましょう、はい、お相手はデューン・ナグモット、清廉潔白な光サンライズです。ありがとうございました。デューンと言ってみよう。